どうもマックスです。私は本日東京都は、浅草橋駅より徒歩1分ぐらいのところですかね。これ多分ね、出口ね、どっちも一緒だと思います。距離にあります浅草橋酒向肉寿司さんというところにお邪魔させていただいております。で、今日食べるのが、ランチの全メニュー、どん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 パパパパー、イエーイ。あのですね、もうバーっていっちゃっていいですか。この辺見えてないのに言いますね、この辺から。松坂ポークメンチカツミニクリームコロッケ定食、馬肉ユッケ、馬肉ユッケ、馬肉ユッケ。こちらが生肉のネギトロ丼です。こちらトッピング生卵も入ってます。と、ローストポーク丼がこちら、はい、君がプルプルローストポーク丼で、トロチキントロチキン南蛮丼。これね、量やっぱめちゃくちゃ量、トロトロ、うん、やばいでしょ、めちゃくちゃ量多いんですよ。で、お昼の、こちらが肉寿司、こちら平日限定のメニューになりますね。お昼の肉寿司、馬肉中トロ、馬肉赤身、ロースト、ビーフ、縁側、鴨トロ、ローストポーク、馬肉塩ユッケ、うまねぎトロたく巻き、なんとか牛しぐれ巻き、なんとか言うな、鶏梅肉いなり、はい、これは牛かば焼き重でいいのかな、こちらでございます。めちゃくちゃ重い鶏ひつまぶし。こちらにはですね、だし汁とかもありますので、これをかけても食べれるよってやつ。お、なんと今回一人ではございません。黄色い声がちょっと聞こえてると思うんですけれども、なんと、僕が大食いの中で一番お付き合いの長い中島かよさんが隣にいらっしゃいます。今かよさんはですね、あ、ちょ、自己紹介ありがとうございました。はい、こんにちは、今日はですね、カイさんの方には僕ちょっと映らせてもらって、ちょっとあの画角の問題で僕ちょっとこうなっちゃうんですけれども、カイさんとコラボの感じなんですよ。これです、私は。カイさんは肉寿司。こちらね、なんとね、こちらのね、浅草橋酒向肉寿司さん、2019年12月24、25で2周年のイベントやりたいです。イエーイ。なんとね、こちらのね、肉寿司の食べ放題ってあるんですよ。今回通常はやってないんですけど、このデカ盛りでかよちゃんは、で、一品だけちょっと食べ放題に入ってないメニューもあるんですけれども、ね、はい、そういうのをバーバーって食べる動画になってますんで、かよちゃんのはぜひ、笑うかよには飯来たる、よろしくお願いします。概要欄に貼ってます。おーい、はっきり言ってもう映えがやばいです。手がプルプルやばいよね。こんな感じで今日はお送りしてきます。だから通常の僕が食べてるところにカヨの声が入ってくるかな。ちょっと紛らわしいそんな感じでよろしくお願いします。もう4年、5年目っすよ。5年目、もっともっとか、 6? いや多分5年目じゃない、多分2015年だから。あ、そうだった、うん、4年が多分過ぎてる。あ、そっかそっか、2015年から5年目突入でございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。見てね、ありがとう、いただきます。あ、おみくじ、え、今日のおみくじ、なんかみくじさんね、こうおみくじのシステムなんですよ、さっきの仕入れが。おお、きたー、大吉。マジで、すごい、やばい、超大吉。すごい、大吉出た、やばくない、すごい、やばくないですかこれ。願い事を足と思うことはなるだけ早く改めし、改めしってなんかあれだ、なんか現代っぽくない、改めよし、改めよし。私なんかちょっとなんか今日だったらテキーラ、わー、あ、そういうなんかあるんですか。末吉は何なんですか。末吉は木曜日に持ってきてくれたら1杯無料。あ、無料。そういう、ただ
面白いだけじゃなくてサービスチケットみたいに曲がってるんですね。そうです。よっちゃけでございます。ざっくりと僕の場合はもういつも通りに食べてもう好きなようにやる感じになりますので、あれですよ、クリアな感じの時はカイちゃんのやつをぜひ見ていただければと思いますね。はい、いただきます。もうおのおの好きな感じだね。おのおの好き、気楽にいきましょう。これもね、いただきます。どれから行こうかな。やっぱ肉寿司かな。これ醤油がこれセロリが美味しい。なんだろう、セロリガリ、セロリガリだって。セロリガリ美味しい。セロリガリ、うん、うん、うまい。うまい、肉寿司うまいわ。カモです。うん、うん、僕基本、うん、あんまりこう黙々食べちゃう方なんで、もしいただけることは全然好きにやっていただいて、ほんと気づかなくていいんで。分かった。もう僕の場合はもう動画垂れ流し動画になるので、うん、基本多分はい、僕はそういうのダメなんで本当に。もう全然好きにやっていただいて。今日何時に起きた？今日7時。早いね。7時起きました。もうチビが、あ、ちょっと早く起きちゃうのか。そうです、チビが。でも今日は寝た方です、チビも。この前ね、マックス、チビマックスくんになったんですよ。超かわいい、何も。ハニコさんから急に LINE 送られてきて、と思ったらまさかの、ハニコさんとチビとカヨが3人で写ってる写真があるっていう。みたいな。しかもハニコさんめちゃめちゃテンション上がってました。大好きなんですよ。やった、嬉しい。で、結構声高いんで、カヨさんって感じだよね。楽しみだしたら、というの。お祭りがあったんで、鳥の市、うん、でもそう考えると、まあ、それこそ俺ハニコさん知り合ってない時からこう、うん、ね、あれだ、そうだそう、いろいろな器に香りをすごい、なんかね、もう大人になったと思うよ。うまくね、うん、今は本当ね、すごい立派なパパで。珍しいじゃん、そんなことね。私も大人になったよ。珍しいこと言うね。ちょっとドキッとした今。びっくり。だからまた、なんか尊敬される人になってってるよね、このね、マックスはね。そんなことない。みんなから。そんなことない。っていうことにしとこうか。ありがとうございます。これ量的にはもう結構感じきてますか？解散的にはどうですか、この量。普通、たくましい。最近なんか無理とか思わないかも。へえ、変わったんだ。なんで結構正直俺そういうイメージあるんですよ。結構こうメンタルが大事な部分になってくると、うん、ああ彼はもうちょっと頑張りそこうみたいなとこっていうのはやっぱそういうイメージあったから今まで。最近ギリギリの LINE で成功する動画が多くて、何秒とかそこでの追い込みがめっちゃ強いかも。それ前は違ったじゃない。もうなんかもう あと1分だ、ダメだ。それ何が違うの前と。なんか最近頑張れることってないじゃん、生きてる中で。大人になるとどんどん頑張れる時期、はい、だからそこでしか頑張れないから、やっぱ本気の、だから自分を試すというか、どこまでいけるんだろうっていうのを発揮できてるのかな、最近は。本当なんか諦めたらもう終わりじゃん。だからまあそれをその言葉に何だろう、何言ってもかかんないけど、とりあえず自分精神的に鍛えてるんだと思う今。でも多分中が何かが変わったからこそそっち側になったんでしょ、多分きっと。
だって中身変わらないとそういうのになれないと思う、考え方なのか何なのか、売れたい。え、あのさ、あのバクステのオーディションの話ってしたことあるの？バクステのオーディション。どうしたの？なんかこれリアクション取れそうだ、こっちはお願いします。はい、はい、これリアクション取れないやつじゃないですか、これまさかの。はるさん、これ回しますんで。わさびだよこれ、わさびじょうじ、わさび、すごいことが起きております。わさびすごいことが起きております。やばいやばい、いける？飲めちゃう？飲むのもきつくない？これあのちょっとあの誤解のないように申し上げたことは打ち合わせしてあります。どれがわさびに握られてるかと気づかなくて、一応フォローというかね、一応一応すごい、もうおじさんは本当悪くないですよ、おじさんは悪くないですよ。当たり引くの早くね。早い、だいぶ早い、だいぶ早い。なんかおかしいなと、柔らかいなと思って酢飯が。でもあんなに人間で急に動くと悪くない？なんかもう涙がすごい、すごかったわ。うん、すげえ いい話してた。いい話してて、いいオチがついた感じだったね。ね、こうやってなんかもうバラエティー飛んだお店さんで楽しく食べれますね。ですね、わらかいですからね。わらかいですからね。何でした？いいもん見れたわ。あんなに人間で急に動くとまずいですよ。みたいな、胃が痛いな、ラッキー。そうなります、うん、でもわさび好きなんで、うん、あ、お食事中すいません、あのちょっとお手すきでお醤油取っていただいてもいいですか？すいません、ごめんなさい。あでー、醤油取って大丈夫よ、うん、あんまお醤油つけたくないかも。あ、身が美味しい、うん、なんか肉寿司って僕あんまり正直こう触れ合う機会がなくて、うんうんうん、このなんかあの焼肉の寿司とかってなんとなくあるんですけど、うん、こういうなんか馬肉とかそっち系はあんまりないんですよね。確かによくね寿司屋は行ってたよね、切り出しね。ね、そう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 。これは生肉ネギトロ丼。絶対うまいやつだね。わさびがすげえ攻撃してきてるんだけど。そんなに来てる？序盤でやばいよね。これうんま、何の話したっけ？なんかメンタルの話をよろしい気がする、うん。一番ね、本当に私ちっちゃい頃からっていうか、本当にもう自信がないし、なんだろう、本当もうすぐ諦めるし、泣くし、本当弱い人間だった、精神的に昔は。自覚がある。うん。うん、何があるんですか？すぐ逃げようとするし。物事から。うん。ああ、でも自分で自覚してるよね。そういうのかっこ悪いじゃん、うん、大人になって子供みたいなこと言ってられないし。ん？それが、うん、最近変わったの？そういう自覚して変わろうとはしてないね。なんか自然的になんか本能的に変わるようになった、うん、へえ。きっかけ何なんだろうね。あと映画とか見るのすごい好きで、うん、映画の影響もあるかもしれない。なんか例えば、うん、例えばなんかジョーカーとか、うんうんうん、なんかそういうあの主人公は誰の心の中にもあると思うし、あの悪の部分がそう、なんか深いやつなのね。そうそういうやつなんだ。え、ジョーカーってあのバットマンの？そう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 、本当はいいやつだったんだよ、本当は。あ、そうなの？うん、
本当みんなを笑わせたい、コメディアンになりたい、うん、みんなの笑顔が見たいっていう、それがね、いろいろ経験、うん、嫌なことがいっぱいあって面白かったですか？2回見たね。めちゃ気に入っとるやん。よいしょ。こちらはこちらこれですね。ユッケユッケかな。馬肉ユッケ。はい。うん、山芋卵黄乗ってますわ。でこの定食に関しましては汁物ですとか漬物もつくんですけれども、今回はちょっとこういう出し方をさせていただいているのでちょっとまああれなんですが、基本的にはセットです感じになってます。はい。あとユッケにお醤油かけ。よし、それで、はい、わかりました。ありがとうございます。食べ放題もこういう提供じゃないんですよね。そうですね、うん、少しずつ五貫、五貫ずつ、五貫ずつ、はい、うちの人はこんなに食べてそうです、そうです、団体様用みたいな、マックス食べた人でも30、40ぐらいだ。でもすごいね。時間ってどれぐらいなんですか、食べ放題の。90分制になってます。あ、じゃあ結構食べれるね、うん、90分じゃん。とろろと馬肉のユッケやばい、馬肉ユッケやばすぎる。これ僕最近したんですけど、うん、馬肉って結構高級品なんですよね。そうですよ、ね、なんですよね。しかもヘルシーだし、馬肉らしいですね。うん、低コレステロール高タンパクだっけ。うん、なるほど。いろいろな曲あれを経て、うん、悪くなっちゃったってことですか、うん、ジョーカー。そう。あと自分もジョーカーになったつもりで。ちょっと見てみよう。見た方がいいよ絶対。映画館もうやってないかな、 DVD。 他なんかありますか。アナと雪の女王に、え、今やってるの。うん、新作。見た、うん、面白かった。面白いっていうか、でもあれはね、愛に満ちあふれた映画でね、感動すると思う。ちょっといい、なんか僕一回見たんですけど、ざっくりした内容覚えてなくて、ワンワン。うん、最近やってたじゃん、金曜ロードショーで。うん、うん、じゃあ、あと最新作すげえ早く見るかもしれない。純粋に好きなんだ。うん、え、おすすめの映画館とかあります？僕川崎のアラチッタンの中にある映画のおすすめです。あー、そっか、なるほどな。あ、知ってる。地方の映画館の人がいないから。あ、都内だとね、地方に行っても映画見るんですね。見る、本当好きなんだ、うん、すいません。はい、だってドラゴンボールとか地方で見た。ダメ口と。あら、はい、ダメちゃん元気なの。そういえばダメちゃん元気に吐き合ってないの。あ、でもこの二人だとやっぱナベちゃんの話もできるね。うん、最近久々に電話ちょっと喋った。あ、本当？うん、うん、なんか一時大食いがみたいな感じだったから、うんうんうん、連絡しちゃ失礼なのかなと思って連絡したんだけど、なんかある人から聞いたら、もう8食ぐらいペロッと食べてたって言われて、えっつって。8食 ?8kg。 えで、なんか覚醒したっていうなんかワードを聞いて、聞けるんだけど、で聞いて電話したら、うん、まあなんか前の感じではなかったね。うん、じゃあパンプしますか。しょうがない、出づらいからこれ。よいしょ、よいしょ、次取り行こうかな。生手いっちゃうかな。これがロースポークですね。ロースポーク丼。うん、おお、こんな感じ。いいよ。普通のお寿司と
中なんてやっぱずっしりくるね。お魚じゃないから。お魚よりも重い、うん、なんか食べてますみたいな。てか早いねなんか変わったよね前とね。俺すごい思うんだけど、なんでこれ何かありましたな、ね、わらかやさんに強くないとみんな認めてくれないじゃん。大丈夫、これが超うまい超うまい。これ七百さんにはやばい。これやばい、マジでうまい。美味しい。やばいでしょ、うん、あ味がもう最高でしょ。このローストポークむちゃくちゃ柔らかいから。ソースも好き、美味しい、うん、うん、なんかよく食べるいいんです。うん、好きなの。どうですか。僕フォアグラ軍艦が食べてます。これか、これ、はい、うん、左のやつ。あとはちょっといただきます。やっぱさ、お食事って誰が食べるのが多いですよね。一人食べるよりほんとにうまい。まあだよねって言いたかったタイミングで、うん、卵の白身がここにべっちゃい。でもさ、うん、動画撮ってるんだ、うん、ソロプレイになりがちじゃん。確かに。でまして、うん、俺侍でもないとそんなコラボしないから、うん、なんか楽しい。いや、やっぱ楽しいよ一人より全然楽しい。そうだよね。だって見てる人もこれ見ながらご飯食べたりするもんね。うん、ね、うまいな、うん。みんな孤独なんだねなんか若干闇サイドに引きずるってますよ。ジョーカーでそういうわけなんですかまあだって見ず知らずの人に応募されるんだよ街中で。えマジでボコボコにされて。え、子供の時。え、じゃあ大人になって、まあ、ピエロの格好して街歩いてるのもおかしいかもしれないけど、何見てんだよとか言って、ふざけんな、笑ってんじゃねえよ、まあ、病気も持ってんのね、ちょっとあの緊張したりすると、笑っちゃう癖があったんで、あーみたいな、それで何笑ってんだよってボコボコされて、あ、別にわざと笑ってるわけじゃないよね。そう、それで、もう嫌じゃん、そんな病気なのにみたいな。で、いろいろなんか人間のなんか、じゃねえよっていうので、あの銃持ってて自分を守るための、それでご信用の、それでまあ撃っちゃって、そこからがスタートで、ジョーカー、うん、結構シリアスですね。だ結構メッセージ、うん、ってなるかもしれない。あ、メンタルかなり弱いと。あ、うん、あ、ちょっとこれどぎついわって影響されやすいかもしれない。でもそのどぎついやつだけど、彼は引き込まれて2回見たの。そうです、わかるみたいな、わかるって殺されるけど、わかるでも結構人間にある映画だなと思って。うん、これ見てみますわ。鶏ひつまぶしチラシ、うん、フォアグラ軍艦どこにいるのか。あ、それいいですか、うん、すいません、ありがとうございます。うまいよ、ほら、うん、うわー、うめー。これ絶対す、え、いいの、ほんまに。ありがとうございます。もう誰なさすが怖い。これ軍艦の中に仕込んでたら相当テクニシャン、やばい相当テクニシャンだと思う。もうほんとお醤油チュンチュンって食べるの、チュンチュンだけ、チュンつけなくて全然できない。これうまっ。最近のじゃなくて、うん、
今まで振りまくってたのに、うん、過去の映画で好きなやつってありますか？過去、うん、何でもいいのかな。はい、イット。イット、あ、だから聞いたことありますね、名前は。イットはまあ、最近のか。どういう物語なんですか、イットは。27年ぶりの最新作だね、イットは。あれも本当子供のお話で、もうね、うま節の出汁を入れた後のうまさがまたさらにやばくて、ごめんなさい、ごめんなさい。それで27年ぶりの新作、そう、まあ、誰しもさ、子供の頃にさ、嫌な思いするじゃん。はいはいはい、それが生んだピエロみたいな。夢の中でしか現れなかったのが現実にも現れていっちゃうみたいな。ん、まさかあれしか、下水の中からこうやって見てるあれしか。そう、あー、あれかー、めっちゃ怖いやつだ。ふふふふ、話したら焦げてるのが怖いよ。あれね、そう、あれは何なんですか、ピエロは。うん、子供を食べちゃうピエロ。え、人間ですか？人間ではない、なんかもう妖怪、なんだろうな、架空のものに近いかも。うーん、なんかもう幻想、あのフレディみたいな感じ、エルムガイの悪夢の、なんか幻想的な、こう、そう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 、それが本当現実にも起きちゃって、でも実際現実でもこう切られたりとか、本当なんだろうね、あれはね、エクソシストっぽいよね、なんかね、怖い。最新作は愛おしかった、ピエロが。かわいい、面白い、怖くはないかも、面白い。もうそもそもピエロがもうかわいそうな、あるんだな、悪者みたいな。あ、もともと、あ、ピエロの生い立ちみたいなのやってるのじゃん、わかんないけど、映画の中では。そうじゃなくて、うん、その弱い部分が生まれた悪みたいな、わかる？本当にクソ弱いのに、なんかもうあえてもなんか、まあ、ああいう顔、なんか怖い感じで出てきて、でも一番すぐなんだろうな、ひるむ言葉は悪口。気持ち悪いとか。そう、ピエロとか白塗りとか、それでもどんどん。そんなこと言わないで。もうちょっと考えさせられる系の、うん、そういう映画もそうみたいなし。メッセージが強いのつけますね。うん、そう。あとハイアンドロー。男物の映画が好き。え、ハイアンドローの誰が好きなんですか？山田裕二くんです。私は見れる、見れるかも。山田くん、あの方はですね、あの本当にもう性格が好きで、性格がマジで面白いの。はい、というわけでね。こんな受け受けてダメだ。いや、なんかちょっとあれはね、なんか乙女なんだね。結構リアルに思った。赤い乙女なんだな。本当に好きなんだなって思った。すごい思った。すごい思った。もうニヤニヤが止まらない感じが。見てるって思われたらもっと。いつから？ね、もうその。2、3年前かな、ドラマのね、テレビでやってるドラマがきっかけだな。なんてドラマ？え、それがハイアンドローだったみたいな。うーん、これあの、うん、今僕ドロチキン南蛮食べてるんですけど、鶏肉めっちゃ柔らかいです、トロトロで、うん、ブリンブリンじゃないんだ、ブリンブリンで、森がやばい、うん、うん、もうやばい、もうやばい、もうやばい、やばい、やばい、寒気
厚揚げはボリュームありますね、結構。今なんか目標とかってあります？1万人。おお、登録者数、うん、ぜひ笑会をよろしくお願いします。お願いします。体を張ってます。はい。あの、何ですか、うん、面白いことやりたいので、なんかいろいろ案件ください。ぜひぜひよろしくお願いします。デリケートな部分が、よろしくお願いします。あのこと、あの、貝がどれだけ体を張ってるかというと、もうあの、わらかわチャンネルのアイコンを見ていただければ多分すぐ分かると思うので、はい、漏れなくチャオスのコスプレで登場しますので、うん、はい、ご希望あればね。そうです。誕生日とか呼んでください。あの、特技なんですか？特技です。はい。カラオケ、歌を歌うことかな。あの、皆様に、ちょっと食べ終わったらでもいいんで、きっと食べ終わったらでもいいんで、言える範囲でいいんで、あの、バックステのオーディションに出た時の内容をちょっと皆様に、もう衝撃的ですから、これ本当に、あの、言える範囲でいいんで、はい、そうなんですよ。はい、取れました。早いね、これまだ結構もう早いね。はい、あのですね、あの、実はさ、これ結構マジですから、バクステのオーディションを受けたことがあるんですよ。過去に。歌ってさ、踊るのが結構憧れというか、はい、まあ、アイドルなりたいなって一時期思ったことがあるよ、一時期ね。その時に特技を披露してくださいと言われて、その、まあ、1分、5分間ぐらいの動画を送るっていう書類のムービーを、ムービー、そう、はい、それで当時居酒屋でバイトしてて、でなんか、まあ、その時も大食いだったから、あのモーニング娘さんのラブマシーンだったかな、それを聞きながら5キロのボールに入ってるパスタを食べきれる食べきれるかみたいなのを撮って、うん、バックステアのつんくさんですからね。こんな頭おかしいのだったら撮るかなと思ったけど、あの、ごめんなさいでしたね。ちなみになんですけど、もしそれが通って入ってたら、萌えあずとは結構近かったの、キュア。そうだよ、そうだよ。一緒？同期かもしれないね。うおー、あの、この前、うん、あの、萌えあずと、あとあの、みーちゃんって、あの、熊本美和ちゃんって子が、うちにちょっと遊びに来てくれたんですよ、うん、で、チビマックス遊んでくれたんですけど、うん、この時になんか2人はなんか同期だったかな、うん、だから多分そうだ、一緒だ。キュンキュンしたかもしれないんだよ。なんであれ誰だったかな、やっぱ寂しいなかったら誰だったのかな。え、あの、なんすか、ボール、ボール、でかいボールに入った5キロのパスタ、うん、味はオリーブオイルぶっかけて。わかります、皆さん、これが本当クレイジーですよ。え、で、何、あんたにゃって、そう、ふふって言いながらこうやってもう、え、歌うの、あ、踊りながら歌うの、そうそれ完食できたんですか、ちなみに。できないですよ、それ無理だよね、それは無理だよ、ね、できる人間いないよね、5分間に無理だよ。そうだよね。っていうね、過去にあります、黒歴史が。っていう方なので、よろしくお願いします。営業待ってます。本当ね、誰もやらないことをやるね。うん、何でもいいですよ、面白ければ。みんながちょっとこいつバカだな、笑えるぐらいな感じで見てくれたらいいでしょう。かよ、体張ってますから、うん、これじゃあ今度僕終わったらそちらにちょっと顔出ししてもいいですか、うん、かよさんの前に、うん、
今度おけ下げてもらう。申し訳ございません。すいません。おけ下げていただきます。あ、すいません。ありがとうございます。お邪魔していいですか。どうぞ。失礼します。はい。彼のところでは僕バチで切るので、わらかいまほチャンネルでちょっと見てるけど、結構衝撃的な話してるので、よろしくお願いします。すいません。すいません、戻ってきました。ちょっといい思いのほかちょっとやっぱ思い出話にね、こう話されちゃいました。そんなメニュー最後になってしまいましたけども、僕の最後のメニューは牛かば焼き重でございます。よいしょ。ででん、こちらお好みで山椒ポリポリポリと。まだあったねおお、なんすか、そのなんかでかいというか、なんていうか、こう、牛なんですね。そうです、牛かば焼きなんですね。ああ、ああ、もうね、僕は話しまくっちゃってそこそこ時間だったけどに、卵めちゃめちゃふわふわだ。めちゃくちゃうまい、うん、うわ、これうめえな。はい。食べるんで、はい、名物の刺し太郎。おー、カエさん、これあれじゃないですか、どんな店ですか、これ。とります、名物の刺し太郎です。おー、チャンネルじゃねえ。バラかよ。なんでかよチャンネル。美味しい。柔らかくて。国産牛のリブロース。飲める。とろけた。飲んでましたもん。リブロースってことですよ。とろけた、とろけた、すごい。本気で飲んでました。一口で食べたい人いない。贅沢食いしちゃった。国産牛のリブロースはいいお値段もしますよ。贅沢食いしました。怪獣リブロースでした。あれ、これってパックさん、どうもどうも。おいしくない？何だろう、すごいおいしいのか。これお吸い物も美味しいですね。
分これ、うん、ひつまぶしのセットなんですけど、うん、かけるの忘れたんで、まあこれに食いても美味しいだろう。あ、美味しかった。最初ですね。マジでだ。お疲れ様でした。マジでだ。すげえ。しんちゃんとその先この話したんだ、うん、もうその時はもうカメラ回さないで、まあ、みんながいいって言えばマシでいいけど、うん、その時はその縛られないで何にも、ああ本当のプライベートだね。楽しくみんなで、うん、そうだね、プライベートでチャレンジしたもんね。そうだよ本当、そうだよ、あのモン吉とかさ、そうだよ、めっちゃ感動したけど、みんな成功して本当だよね。すげえ楽しかったんだけど。青春。なんかあれが一番のなんか世代、うちらのなんか同期って感じだった。うん。うん。それ間違いない。うん。うん。そうだね。ああ本当だね。本当にそうと思うわ。あれに川沢がいれば、確かに、だってお互いの強さとかまだ全然分かってないもんね。分かってない。いや本当にあそこ同期だと思うな。というわけでそんなことしましょう。ごちそうさまでした。このですねランチは全てこちらの浅草橋、趣向肉寿司さんで、召し上がっていただくことができますので、もし皆さんでいらっしゃいましたらぜひぜひお越しみてはいかがでしょうか。浅草橋店さんでございます。